さっきの人が言ってたトラックというのはあれね。輸送隊の人員は見当たらないけど。おい、見てみろ、荷台のところに誰かいるぞ。棒みたいなのでガンガンぶん殴ってやがる。頑丈なドアね。ハッキングもできないし、もうさっさと壊れちゃってよ。腕が疲れる。あれは小玉、あなた何をしているの。あら、裏切り者の強化たちじゃない。ヤッホー、元気してる。ん、何その怖い顔。小玉、あなた人を怪異に変えてこの輸送隊を襲わせたの。だってセイランの研究施設に搬入されるんでしょ。貴重なもんが入ってそう。運んでるものから研究内容を探るつもりなんだろうが、相変わらずお前のやり方はむちゃくちゃだな。だってこれが一番手取り早いんだもん。ってことで私を見逃してくれない？ダメ？いやいや、さすがに無理だろう。あらら、残念。じゃあまあ仕方ないか。みんな殺すけど恨まないでね。今度はもっと楽しませて。人を怪異にするなんて、どうしてそんなひどいことができるの。やだ、熱くなんないでよ。悪気はないのよ。ちょっとしかね。まだ終わらせたわ。そのふわふわと漂っているものに近寄るな。かさね、食らうと様子がおかしくなるんだ。カズルちゃん、俺の超能力使ってもいいよ。ほらほら、まだこれからよ。私に任せて。いけるわ。ちょっとやばい。子供の姿がどういうこと。複製体じゃないわ。まさか変身能力。サスを使っている様子もないのに。びっくりしちゃったわ。小玉様の秘密、誰にも見せたことなかったんだけど。まあいいわ、どうせここで死んでもらうんだし。
かったわ。小玉、武器を捨てて、おとなしくして。聞きたいことがいろいろあるわ。そうね、囲まれちゃってるし、逃げ道もなさそうだし、なんてね。逃げ道くらいちゃんと用意してるわよ。しまった。じゃあね。逃げられたか。トラックは一応無事のようだが、このまま護送任務を引き継ぐのか。そうね、さっきの人が重要な任務だと言っていたし、その方がいいのかしら。じゃあ討伐任務の方は私から連絡を。ちょっと待って、近くに気になる反応があるわ。青蘭側の海抜群じゃない、もしかしたら児玉の部下がまだいるのかも。トラックを追われると面倒なことになるわね。私が様子を見て、必要ならここで足止めするわ。だったら加勢するぜ、教科お姉様。奇襲なら俺様の大得意分野だからな。嵐たちはこのトラックを得意生命研究施設へ無事に送り届けてちょうだい。そういうわけだ、後のことは頼んだぜ。ち、勝手に決めて、昔の重ねか。一言余計よ。あっちは強化たちに任せて、私たちはトラックを運びましょう。トラックはまだ走れるわよね。ああ、問題ないよ。多少外装に傷がついているがね。荷台は強化装甲のようだが、ベコベコじゃないか。鉄パイプなんかでここまで変形させられるとはな。
小玉のやつ、相変わらずのバカ力だ。うん、